中国海艦の Y-12 洋上鑑識。中国機尖閣諸島領空侵犯事件とは2012年12月13日、尖閣諸島上空で中国国家海洋局所属の航空機が領空侵犯したという事件。2012年12月13日、尖閣諸島上空で領空侵犯した中国国家海洋局所属の Y-12。 海上保安庁の巡視船が指認した。航空無線機にて国外退去を要求し、さらに防衛省へ通報した。中国機は、長御町は中国固有の領土であると反論し、尖閣諸島を撮影した。これに対し航空自衛隊は別の任務で飛行中だった F-15J を原爆空域に派遣し、那覇基地で待機していた F-15J 呼び、 E-2C に対しスクランブルを発令したが、中国機を捕捉することができず、当該空域に到達した時にはすでに中国機は領空を離れた後だった。翌日中国側は報道で、正当なパトロールの一環であると主張した。この時中国機は、日本の防空識別圏を飛行するにもかかわらず、フライトプランを日本に提出せず、高度60メートルの超低空を飛行して、 航空自衛隊のレーダーサイトからの探知を避け、飛行中の航空機に常時使用が義務付けられている ATC トランスポンダーを使用しておらず、意図的な領空侵犯であった。政治的には中国側は南京大虐殺75周年記念イベントの最中であり、日本側は北朝鮮の大陸間弾道ミサイル発射の翌日で自衛隊の警戒態勢が解かれた直後、 また12月16日に第46回衆議院議員総選挙というタイミングでの出来事であった。12月14日、アメリカ合衆国国務省のベントレル副報道官代行は日米安全保障条約に基づきアメリカは尖閣諸島を防衛する義務があると中国側に懸念を伝えた。この事件以前にも2010年4月21日、太平洋上で 中国人民解放軍海軍の艦載ヘリが、監視任務中の海上自衛隊の護衛艦、朝雪に対し、水平距離90メートル、高度差50メートルにまで異常接近した。国際法上、軍艦から半径500メートル以内は領空に準じた、扱いがなされるため、日本国政府は中国政府に対し抗議したが、中国政府は日本側に非があると反論した。 ありがとうございます。